トベオフィシャルファンクラブがファンクラブ会員向けに新たな機能を導入しました。あなたのデジタルファンレターがトベのアーティストたちの心に届くことを願って、これまで紙の郵便でやり取りされていたファンレターの管理が大変だったため、環境にも配慮しつつデジタルファンレター機能が加わりました。この新機能はトベの皆さんとファンのコミュニケーションを促進し、 ますます交流を豊かにします。あるファンが心からの感謝と指示を込めて手書きの手紙を書き、それを送るためにポストに投函した。その手紙は、戸部のスタッフが丹念に管理し、遠い海を越えて、アーティストたちの手に届けられる。これまで、その手紙たちは、温かい思いとともに、一つ一つ大切に取り扱われてきた。しかし、 物理的な手紙には限界がある。その束の多さは、戸部のスタッフたちに多大な負担を与え、また環境への負荷も大きい。そこで、デジタルファンレター機能の導入が決定された。デジタルファンレター機能は、会員の皆様に対して、新たな手段を提供するものだ。これを使えば、心からの言葉や感謝の気持ちを素早く、簡単に。 そして環境に優しい形で届けることができる。ファンレター機能はただの便利なツールではない。それはファンとアーティストの間に新たなコミュニケーションの橋を築くものだ。あなたの思いや願いはもはや束縛されることなくデジタルの世界を通じて自由に飛び交うことができる。例えば先日のコーチャーラへ向けて旅立つアーティストたちに。 あなたの応援の言葉を送ることができる。彼らの心に、あなたの温かい思いが届くことを願って。デジタルファンレター機能の導入により、ファンたちは手紙を書く手間や郵送の手間を省くことができる。さらに、写真や画像を添付することも可能だ。これにより、より豊かな表現が可能となり、ファンレターの内容がより多彩になるだろう。 この新機能が導入されたことでファンたちの心の声がよりアーティストに届きやすくなる。感謝や応援の気持ちを一つ一つの文字として形にして送ることができる。これはファンとアーティストとの絆をより深めるきっかけとなるだろう。デジタルファンレター機能はこれまでの手紙の枠を超え新たな可能性を切り開く。これからの時代にふさわしい 持続可能なコミュニケーションの形と言えるだろう。あなたも、この新機能を使って、あなたの思いや感謝の気持ちを、トベのアーティストたちに届けてみてはいかがだろうかデジタルファンレター機能が導入されたことで、ファンとアーティストの距離がより近くなり、心のつながりがより深まる。これからも、ファンクラブはファンの声に耳を傾け、 より良いコミュニケーションの場を提供していくことになるだろう。あなたの思いや願いは、もはや束縛されることなく、デジタルの世界を通じて自由に飛び交うことができる。これからも、トベのファンクラブは、ファンとアーティストの絆をより深めるための新たな試みに挑戦し続けるだろう。このデジタルファンレター機能の導入は、ファンとアーティストとの関係性をより強固なものにし、 コミュニケーションの拡大に一役買うことだろう。しかし、一方でデジタル化が進む中で、手書きの手紙や物理的な郵便の価値がどのように変化していくのだろうか手紙という形式は、古くから人々の感情や思いを伝える手段として重要な役割を果たしてきた。しかし、デジタル化の進展により、その価値が問われる時代になっている。果たして、 手書きの手紙は今後も愛され続けるのだろうかまた、デジタルファンレター機能の導入により、アーティストたちが受け取るメッセージの量が増えることは予想される。その中から、どのようにして彼らはファンたちの思いを受け止め、それに依れていくのだろうかデジタルファンレター機能は、ファンとアーティストとの新たなコミュニケーションの手段として、大きな可能性を秘めている。 しかし、その裏には、手紙や郵便の価値が変わるという大きな課題も存在する。このデジタルファンレター機能を利用するファンからは、様々な喜びの声が届いています。これにより、ファンから飛べのメンバーへの思いや応援のメッセージをより簡単に送ることができるようになりました。紅茶洗い向けてのメッセージや日常の思いを綴ることで、ファン同士の絆も深まります。 また、デジタルファンレター機能の利点は、送り手にとっても大きいです。手書きの手紙とは異なり、文字数や画像の添付に制限がないため、自分の思いをより詳細に伝えることができます。これにより、ファンからのメッセージがより多様化し、トベのメンバーへの支持と愛情がより鮮明に表現されます。さらに、トベオフィシャルファンクラブの社長がファンの声に敏感に反応し、 その要望を素早く実現している姿勢に、ファンからは感謝の声が上がっています。ファンレター機能の実装は、ファンクラブ会員にとって待望のニュースであり、トベのコミュニティに新たな活気をもたらしています。デジタルファンレター機能の導入により、ファン同士のつながりが強化され、トベのメンバーとファンの間により密接な関係が築かれることが期待されます。この機能は、 ファンクラブ会員にとっては心強い手段となり、トベとの絆をより一層深めることでしょう。